the second world war is generally said to have begun on september the 1st 1939 with the invasion of poland by the nazi germany as was foretold in the fatima prophecies fatima Dainino prophecy 勃発を告げている。そこでは次の教皇、つまり、ピョ10世の在位期間中にもっとひどい戦争が始まり、その時あなた方は夜空に不思議な大きな光が輝くのを見るでしょう、と予言している。問題の教皇、ピョ10世は1939年2月10日まで 在位して亡くなっている。第二次世界大戦は正式には1939年9月に開戦されたとされているが、スペイン内戦や日中戦争などを考慮すれば、事実上世界戦争は始まっていたと言えるだろう。そしてその前年の1938年の1月25日から26日にかけて、 夜半のヨーロッパ全域の空に血のように赤いオーロラが出現した。この驚くべき現象は当時の新聞にも大きく報道された。そしてヒトラーの台頭、第二次世界大戦の勃発へとつながった。つまりファティマの第二の予言が成就されたということになる。今、 ご覧いただいているのは、あくまでも想像図ということになります。で、その夜に現れたオーロラはですね、普通のオーロラと違って、つまり、普通のオーロラはですね、平行線が並んで走るようにして現れるオーロラということになりますけども、その夜現れたオーロラはですね、空の一点から放射線上に広がったオーロラであったと言われています。まあ、それはともかくもですね、 そのファティマの予言についての、ここでのポイントはですね、それをスピリチュアルな予言と取るべきなのか、それとも神々によって計算された予告と取るべきなのか、はたまた、まあ考えるだけでも恐ろしいことですけども、神々の計画であったと取るべきなのか、そのあたりの判断をどうするかというところが、一つの大きな ポイントではないかと思います。まあ皆さんの判断にお任せします。そのナチスドイツの象徴的な文章といえばハーケン・クロイツということになります。しかしハーケン・クロイツ、つまり漫字模様はですね、古代より世界で広く使われてきました。これがその漫 模様ですけども、必ずしも不吉な文様ということではなかったようです。一般説に従えば、ナチス、ドイツがそのマンジを盗んで、盗んで自分のものにしたというふうに言われています。まあ、今ご覧いただいているのがマンジということになります。で、このマンジについてですね、 ウィキペディアは次のように書いています。漫字ええ、つまり英語ではスワースティカと言いますけども、その漫字、インダス文明を起源とするもので、ヒンズー教や仏教では吉祥の印として用いられる。漢字の漫字のように鍵が左に折れる場合と右に折れる場合の両方がある。 2. ナチスの鍵十字章。ナチ党の陶器で使われ、ナチスのシンボルとなったもの。とあります。万事の起源については諸説があります。が、ゼガリアシッチンはですね、一冊の本の中で大変興味深い事実を指摘しています。例えばこの本の中でもそれを指摘していますが、 いわゆる十字ですよね。十字は必ずしもキリスト教専用のものではなくて、それ以前から太古の昔からこの地上にあったというのです。そしてその十字はニビル、ニビルを表しているとセカレシッチンは説いています。これは円筒印象の中の一部分ですけども、ここに十の字が描かれています。これはニビルを表すというわけです。 で、この銃、イコールニビルということになるんですけども、あちこちの円筒印象にもそれが描かれています、えー。下はですね、光っているニビルということになります。さらに、右上のはニビルはですね、光線が四方八方に散っている様子を表したものだと言われています。見方によっては、万字にも見えなくはないというレベルで、 判断していただければ結構です。で同じ本の中にですね、こんな挿絵がありました。下の図に注意してください。この図の中にもやはり十の字が描かれています。ニビルを表す、まあ、シンボルマークということになります。でこのマークがですね、紀元前3200年の地層の中から見つかった陶器の上に描かれていたそうです。 繰り返しになりますが、十字架イコールキリスト教、キリスト教イコール十字架ではないということです。で、私が調べた範囲ではですね、えー、十字架が広くキリスト教との間で使われるようになったのは、紀元後2、3世紀頃からだそうです。右が1500年後のイエスの書いたイエスの洗礼の絵です。この中にも十字架が描かれています。やや変わった十字架ということになります。 で、まあ、この十字とですね、左の、いわゆる紀元前3200年の地層から、スサの地層から見つかった、この十字模様と比べていただくとですね、大変コンセプトがよく似ているのがわかります。いわゆる、ま、十ということになるわけですね。そして、アドルフ・ヒトラーが、この十字形をですね、まあ、シンボルマークに使いました。右の、ま、十字形がですね、 そのシンプルマークということになりますが、これは偶然の位置なのかどうかはわかりませんけれども、まあ大変コンセプトがよく似ているということですね。末広がりのまあ十字架であるということです。まあこれは偶然なのか、それともどうなのかということですけれども、ひょっとしたらひょっとしてということになるわけです。つまり、ひょっとしたら、まあそういったこともですね、えー、意識してナチス、ドイツはですね、この模様を 自分たちのシンボルマークに使ったのではないかということも考えられるということです。さらに念のために十字架について調べてみました。ローマ時代にはですね、十字架というのはまだなかったようです。特にローマ時代にはですね、T 字型の貼り付け台が使われていたということがわかりました。 t 字型です。つまり、十字ではないということですね。ですから、やはり、十字架イコールキリスト教、キリスト教イコール十字架と考えるのは、私は正しくないと思います。つまり、t 字型の上にですね、まあ、このようなものをつけて、そして、現在の十字架が生まれたというわけです。となると、まあ、現在、私たちがキリスト教で言う十字架というのはどこから来たかということになりますけれども、 まあ、それは私は、私の判断によればですね、ニビルのシンボルマークから,マークから来ていると判断しています。となると、このナチス・ドイツのシンボルマークは、まあ、十字架から来たマークではなくて、ニビルのシンボルマークから来たマークというふうに考えるのが自然ではないかと思います。まあ、今の段階ではあくまでも仮説ということになります。で、鍵十字との関係ですけども、 か十字は万字ということになります。で万字というのは、水星を表したという説もあります。ともかくも、この万字と、いわゆるまあ十字とはどういう関係にあるかですけども、基本的な形は同じというふうに考えて良いのではないでしょうか。で万字の中には、いわゆるまあ十字がまあ仕込まれていると言いますか、隠されているというふうに私は考えています。まあ、あくまでも、 まあ似ているというレベルの話になるのかもしれません。しかし、大きく違っているわけでもないということではないでしょうか。で、この鍵十字と十字を比較してみます。左が、まあ、鍵十字、ハーケンクロイツですね。で、このハーケンクロイツをですね、まあ向きをやや変えまして、まあ、出っ張りを取ってみます。そうしますと、やはり十字になるということですね。まあ、全く違った形ではない。 とということですつまり、この両者は同じコンセプトで作られたマークということになるのではないでしょうか。つまり、まあ、ニビルの十字をですね、もしてこのような形ができたというふうにも考えられるということです。まあ、それ自体はですね、大きな問題ではありませんけれども、まあ、どこかにですね、いわゆるナチスとですね、いわゆる、まあ、ニビルとの関係を、まあ、疑わせるものがあるということ ことになります。で、十字イコールニビルを表すシンボルマークと考えた、考えた上でで,ですね、まあ、つながりを考えてみたいと思います、まあ。一番上の十字はですね、これはニビルを表す十字形ということになります。その下がニビルを表す十字形。そしてそれと同じものがですね、 まあ、1500年後のイエスの書いたイエスの洗礼の絵の中に描かれているということになります。まあ、ここにも描かれているということですね。ですから、まあ、イエスがですね、処刑にされるはるか以前に、すでにこの文様、とますか、マークはあったということになります。で、これがニビルを表す十字形ではないかということですね。左がフリーメイソンの外郭団体であるフラターニタスの文章です。まあ、そこにもやはり、 十字形が描かれています。上にフラターニタス。UI という、まあ、ラテン語ですけども、まあ、そういった文字が彫り込まれているところに注意してください。まあ、フリーメイソンの外郭団体です。シェイクスピアが立ち上げたと言われています。これがまあフラターニタスの文様ですけども、この中にもやはり十字が描かれていますけども、その端のところに注意してください。同じコンセプトで、まあ、彫られているということですね。なおち、イエスの洗礼の中に描かれているこの十字はですね、 えー、いわゆるまあ、カトリックの言う十字架ではなくて、フリーメイソン側が,のが使っている十字形を模したものだ。あり、その逆かもしれませんけども、というふうに考えられます。そしてその十字顔をですね、模してキリスト教が使っている十字架が生まれたと、私、林博士は考えています。まあ、ちゃっかり横取りしたということになるのではないでしょうか。 そしてその形がですね、えー、ナチス・ドイツの十字文章と似ているということになるわけですね。あくまでも、まあ、似ているというレベルの話でどめておいていただきたいと思います。まあ要するに、キリスト教側がですね、まあ、ちゃっかりと横取りしたということになりますが、まあ、他にもこんな例があります。 エチオピアのラリベラですこのラリベラにはですねまあ、大変奇妙な教会があります今皆さんをそのラリベラへ案内しますで、ここには大小様々なこのような教会地下教会が掘り込まれています岩盤を掘り抜いて作った教会と言われていますこの教会の屋根の模様がですね先ほど紹介しました十字形と大変よく 見ているということです。中深くご覧ください。で、この十字形に注意していただきたいんですけども、一応この教会はカトリック教会ってことになっています。そしてこの十字文様はですね、いわゆるま、十字架を模して作った、作られたというふうに一般には説明されています。で、十字形をですね、 二重の枠が取り囲んでいる点に注意してください。その文様と先ほど紹介しましたゼカレ・シッチンの書いた本の中に出てくるニビルの模様と比べてみてください。ニビルを表すいわゆるシンボルマークもですね、やはり十の字をですね、二重枠が取り囲んでいるのがわかります。もう一度比べてみてください。これはラリベラの教会の屋根の上に彫り込まれた 模様です左がそのラリベラの模様です。右が、えー、いわゆるまあ、ニビルを表す十字形ということになります。で、十の字をですね、二重の枠が取り囲んでいる点に注意してください。全く同じだということですね。すなわち、左のラリベラのこの屋根の模様はですね、まあ、カトリック教会側が言う、いわゆるまあ、十字架を表したものではなくて、ニビルをもともと表したものであるということになります。まあ、それをですね、 まあカトリック教会側がですね、カトリック系の教会として、まあちゃっかり横取りしたというふうに私、林博士は考えています。まあそのように考えているというだけですね。しかもその間の年数がですね、紀元前3200年と、まあ、1000年前後ですから4400年の隔たりがあるということです。何故にこのような模様をですね、まあ その掘り込んだかっていうのも大きな謎ということになります。まあこれはですね、まあキリスト教側が言う十字架ではなくて、ニビルの、ニビルを表す文様ということになる。またその可能性が高いということになります。話は大きくそれますけども、まあゼカリア・シッチンの地球年代記を読むとですね、 いわゆるまあ人間がですね、人間同士が戦争を始める前、はるか以前からですね、神々は神々同士で戦争をしていたということがわかります。そしてその戦争に人間が巻き込まれていったと言いますか、まあゼカレシチンによればですね、人間は神々の代理戦争をしているに過ぎないというようなことを、まああちこちで述べています。 で、こうして、まあ、今皆さんにご覧いただいているのが、まあ、ゼカレシエチンの表した地球年代記ということになりますけれども、まあ、この年代記の中の特徴はですね、やがて時代が、まあ、下ってくるとですね、地球の支配者は、結局は、エンディル派とエンキ派に分かれ、エンディル派のイナンナ・イシタール、そして、エンキの息子のマルドック、この2派に分かれるということですね。つまり、繰り返しますと、まあ、イシタール対、 マルドックの戦いということになるわけです。その両者の間で激しい戦争が繰り返されたということになります。まあ、このように書いてありますね。で、まあ、どう判断するかですけども、エンリル派のイナンナ・シュタールと、延期派のマルドック、まあ、延期からマルドックへはですね、えー、正当に、まあ、王位が継承されているようですけども、ともかくもイナンナ・シュタールとマルドックの対立が まあ続いていたということになります。まあそうした模様がですね、こうしてえ、まあ表現されているわけです。まあ人間を改造した塩基、それに反対したエンデリル、その上に君臨するのがアヌオーということになります。で、まあこのようにして地球をですね、分割してそれぞれが統治したというふうに、まあ、えー、ジェケラシチンは説いています。 まあ、要するに、繰り返しになりますけれども、神々はですね、この地球でですね、人間が戦争を始めるはるか以前よりも、以前にですね、戦争をしていた。そして、人間がその戦争の中に巻き込まれていった。そして、まあ、ゼカレシッチンの言葉を借りるならば、人間は神々の代理戦争をしていたということになります。そして、その代理戦争はですね、まあ、ゼカレシッチンによればですね、 現在の今も続いているというわけです。まあ、どう続いているか私にはわかりませんけども、まあ、そういうことが行われているということだそうです。まあ、大変ちょっと言いにくい部分もありますので、まあ、私の言葉の向こうにあるものを皆さん自身で指していただくしかありませんけども、まあ、マル族とイナナ・イシュタールの戦いがこうして 続いていた。そして今も続いている可能性があるというわけです。で、イナンナ、これ第三文明ということは第三地域のことです。なやち、インダス・バリー周辺のことを第三地域と言います。まあ、そこをイナンナ・ヒタールが支配したということになります。まあ、領地を分割したという考え,か考え方になるのでしょうかというようなことが書かれているわけです。 そして、マルドック対イナンナの闘争が再び燃え上がったと。と、まあ、このような戦争が常に繰り返されてきた。そして、今も繰り返されている可能性が高いということになります。まあ、そうしたことがですね、この地球年代記を通して今読み取れることではないかと思います。まあ、だからといって今、というわけ、というふうには私も言う自信がありませんので、 まあ、その辺の判断は皆さんにお任せしたいと思います。まあ、こうして、時代がどん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 下,下ってくるわけですね。で、マルドックは南部を確保したと。しかし、まあ、あたちはこの後に地球を去っていくわけですよねで。その時に、まあ、マルドックはニビルへ帰らないで地球に残るわけです。と、同時に、 あの王はですね、まあ、地上にあった拠点をですね核で攻撃して破壊したと、まあ、そういうようなことまで書いてありますまあウルエンリルウルという名前がこの辺りに出てきます、まあ、神々の戦争の様子が書かれているわけですけどもね まあ恋愛もしたようですね。ラー、マルドック。まあ、ラー。まあ、エジプトの最高神の名前もラーです。マルドック、アラーフ、アフラー。みんなラーがつきますけども、ラー、アフラー、アラーフ。みんなマルドックのことであったと、まあ、こういうところからも判断できるわけです。いわゆるまあメソポタミアを支配した神の中の神ということになりますと、マルドックということになるわけです。王の中の王ということになるわけですね。 まあそうした内容がこういうところに記されているということです。繰り返しますけども、神々の戦争は過去にもあったし、そしてひょっとしたらひょっとして、現在の今もあるということになるのかもしれません。そして、戦闘は中央メソポタミアへと広がったというふうにありますね。 で、この後ですよね。あの王が地球を去るのは2023年ですね。で、核兵器を使って、まあ、動物足に水は毒となったというようなことはここに書かれています。まあ、この記述内容からしてですね、まあ、核兵器を使ったに違いないというふうにゼカリアシッチンは判断したのだと思います。 で、神々の世界をですね、まあ、もう一度簡単におさらいしておきたいと思います。これがバウンダリーストーンですね。まあ、境界石。いわゆる、まあ、境界にこの石を置いてですね、まあ、境界を定めたというわけです。この境界石の、境界石の、まあ、興味深いところはですね、頂点にイナナイスタールが描いてあるということです。その下にいるのがエア、すなわち延期ですね。で、延期はですね、 あの、マルドックに王位を上等した後、まあ、歴史からは姿を消すとて言いますか、以後現れることはありませんね。すなわち、マルドックがエアーの名前、すなわち延期の名前を語って、まあ、君臨したというふうに、私、林博士は考えています。マルドック、すなわち息子ということになるわけです。で、頂点に立つイシュタールとマルドックが、まあ、ここで対立関係に入るわけです。で、マルドックの流れが、 フリーメイソンへと繋がっていくんですけども、イシュタールは当初、シャーマッシュと一緒に、まあ、組んでですね、キリスト教を立ち上げますけども、シャーマッシュがどういうわけかイシュタールと反目してマルドック派についたというふうに私は今のところそのように考えています。まあ、ともかくも、基本的にはマルドックとイシュタールの対立関係ということになります。その流れがフリーメイソンにつながり、えー、フランス革命、そして現在の自由の像へとつながっているということです。 そして、右のイシュタールは、ローマン・カトリックへと繋がり、そして、先ほど紹介しました、ファティマの奇跡へと繋がっている、というふうに考えられるわけです。まあ、ビジョンを3人の子供に見せてですね、まあ自分の存在を示したということになります。まあ、ここで踊る太陽事件というのは起きるわけですね。10万人近い人たちがその踊る太陽を目撃します。 それがまあ、ファチマの踊る太陽事件ということになります。まあ、今世紀最大の UFO 遭遇事件ということになります。まあ、スピリチュアルなものであると考えるのか、あるいは UFO 遭遇事件と考えるかは、それは皆さんの判断にお任せしますが、ただ、私、林博史の思考回路の中には、スピリチュアル的なものの考え方というのはありません。いわゆるまあ 霊的なものであるというふうに考えるというのはちょっと私にはできないということですね。まあそういった意味で今日の動画は大変私にとってもまあ苦しい動画ということになります。で、まあ、ファチマのこの事件を追いかけてみるとですね、まあ3人の子供たちがまあファチマのレイディにまあマリアと言われてますけどもファチマのレイディにまあ4回やって5回目に いわゆる、まあ、パチマの踊る太陽事件というのが起きるわけです。まあ、これがですね、霊的な事件であったのか、スピリチュアルな事件であったのか、それとも、もっと現実的な事件であったのかということになりますと、私、林博氏は、現実的な事件であったというふうに考えています。というのはですね、この写真をよく見てみるとですね、どうやら信者でない人も、ニヤニヤ笑いながら見ているというような風景もありますのでね、 まあ、そうした、まあ、信仰心のない人まで見たというような事実からですね、まあ、私は霊的なものではなかったんじゃないかと思います。まあ、霊的なものであったと考えるのは無理があるということですね。まあ、遠くからまあ水平にその踊る対応を目撃した人の証言も残っています。その日、10万人の人たちがですね、まあ、踊る対応を見たというわけです。 まあこうして皆が空を見上げているとですね、太陽がお、まあいろいろな光を放ちながら踊ったというわけです。それが10分前後続いたというわけですね。それをどう判断するかということですけども、スピリチュアル的なものではないということになりますと、あの赤いオーロラ事件もですね、やはりスピリチュアルなものではなかったんではないかと考えます。あもっとわかりやすければ、まあ、 まあね、あのはっきり言えばエイリアンの仕業だということになります。まあ、そういう意味でね、今世紀最大の UFO 遭遇事件ということになると、私、林宏氏は判断しています。まあ、このファチマのレイディはですね、3人の子供の証言に基づいて描かれた絵と言われています。で、ファチマの奇跡の話に戻りますけれども、 ま、この三人の子供がですね、いわゆるまあ、ファジマのレディーから、三つのメッセージを受け取るわけです。で、そのメッセージが何であったかということは、第一番目、第二番目は明らかになっていますけども、第三番目は明らかになっていませんね。まあ、いないと考える方が私は、 妥当だと思います。まあ、ともかくも今日の動画はですね、大変私、重苦しいんですよね。なぜかと言いますと、まあ、この事件がですね、その後の赤いオーロラ事件、そ,そしてその後のナチス・ドイツへとながっていくからです。まあ、現在に繋がってくるという意味でね、まあ、この事件そのものをですね、ナチス・ドイツと直接結びつけることはできませんけども、 何かしらの関係があるのではないかという意味でね、またそれを関係づけてしまうことについて、どうしても言いにくい部分があるという点でですね、まあ、重苦しい気分になるわけです。で、この、まあ、この予言通りにですね、空に一番下ですね、夜半のヨーロッパ全域の空に血のような赤いオーロラが出現したと。で、これは予言通りに現れたわけです。となりますと、これもどのように考えたらいいかということですね。 まあそのファチマのレディが予言した通りにですね、赤い、赤いというところが気になるわけですね。ロシアの赤を意味、まあ連想させるというわけです。まあ連想、私は連想しますけどもね、それが現れた。これをまあ、どのように、まあ偶然なのか、それとも計画なのか、まあ、はっきり言えば予言なのか、予告なのか、あるいは神の計画によるものなのかということになってくるわけです。それで、まあ、ファチマの奇跡をですね、 まあ、私はスピリチュアルではなくて、UFO 現象、UFO 現象として捉えるならば、このオーロラもですね、まあ、計画されたものであるというふうに考えるわけです。で、ここであまり計画、計画ということを、まあ、強調するとですね、その翌年に起きた、いわゆるドイツのポーランド侵攻も、これも神々によって計画されたものであるということになってしまうからなんですね。 が今の私にはそこまで言い切る自信はありません。ただ、ゼカリアシッチンが解くところによればですね、まあ、過去においても神々は人間を使ってですね、人間にその代理戦争を繰り返し繰り返しさせてきたということになりますと、つまり、ゼカリアシッチンのまあ考え方によればですね、私、林博士の考え方というよりも、ゼカリアシッチンの考え方によればですね、あの第二次大世界大戦争もですね、 まあ、神々の代理戦争であったということになってしまうわけです。そう考えるのは、まあ今の私にはまだできないという,いう意味でね、本当に今日の動画はですね、歯切の悪い、まあ、動画になりましたけども、まあそういうふうに理解していただくしかないんじゃないかと思います。つまり、まあ夜、まあ、ナチス・ドイツの背景、う、う、後ろにはですね、背後には、まあ、いわゆるまあ、我々が神々と呼ぶエイリアンの存在があった。 そしてその戦争は神々の計画によって起こされたと考えるにはですね、今一つ、まあ、自信がないと言いますか、その自信がない点という点でね、まあ今日の動画は大変今まで作った動画の中でも最も重苦しい動画の一つということになりました。で、最後に結論ということになりますが、まあ次のように考えます。まあ流れからするとですね、ファティマ の踊る太陽事件と赤いオーロラ事件、そして、まあ、その翌年のナチス・ドイツによるポーランド侵攻との間には関係があるのかないのか、それは何とも断言できないということです。ただ、ナチス・ドイツが使っている文章がですね、いわゆる、まあ、ニビルの十字形と似ているという意味でね、 ニビルと何か関係があるのではないかという、まあ、推測が立つということです。仮説の段階にはまだ届かない、まあ、推測ということになります。まあ、偶然の1といえば偶然の1ということになります。そうした偶然の1が重なったというだけのことかもしれません。まあ、もう一度最初にお見せしたこの、まあ、写真といいますか、画像を見ていただいてますけども、まあ、ここの部分ではでね、 ここの部分では、まあ、もともと、ニビルを表す十字形が、まあ、キリスト教で使う十字架にもなり、そして、えー、ナチス、ドイツが使った紋章になったというだけのことです。まあ、その間に関係があるのかないのかはわかりませんけれども、まあ、現在の今につながっている事件であるだけにですね、まあ、断言する。 ということも私にはできないわけです。つまり皆さんの判断にお任せします。またね、あの、いくつか証拠が出てきましたら、えー、少しずつ見つめていきたいと思いますけども、左が、ファチマズ・ストーン、まあ、ハチファの嵐というふうに一般に言われている、まあ、事件ですね。そして、その翌年、えー、そのファチマのレディの予言通りに第二次世界大戦争が始まったというわけです。まあ、冒頭で言いましたように、 まあ予見と取るべきなのか、計算された予告と取るべきなのか、それとも考えるだけでも恐ろしいことですけども、神々による計画であったと取るべきなのかは、まあ意見の分かれるところではないかと思います。予見か予告か、それとも計画であったのかということになります。私はそうであってほしくはないと思いますけども、まあ不思議な不思議な偶然が重なったということです。 まあ、今日の動画、はっきりしませんでしたけども、どうかこの辺でお許しください。Bye for now!